あの日世界で何が起こっていたのか僕には分からなかったけど、後日新聞で全てを知ったよ。エースが海賊王ゴールディ・ロジャーの実の息子だったことも、彼の弟が本当に海賊として名を挙げてたことも、それが君の連れてきたルフィだ。桃之助君、これはもちろん君にあげるよ。おでんは未来をこう書き記してる。20年以上先の未来に次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだならカイドウを撃てるのはそいつらだ。20年以上先の未来に次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだならカイドウを撃てるのはそいつらだ。